どうもこんばんは、はらぺこです。今日は2月22日ですね。もう夜、なんと10時半。夜中ですよ、夜中。いつもならね、はらぺこもうそろそろ寝る時間なんですけど。今日はね、なんか寝すぎてね、めちゃくちゃ眠くて。朝もね、6時に早く頑張って起きて、こうブログのね、過去に書いた記事をね、あのリライトって言うんですけど、Google 検索のね、仕組みがね、変わったんでね、ちょっとそれに、それに合わせて、100記事ぐらい3時間かけて、編集したら疲れ果てて、朝6時に起きたのに、昼の11時に寝てしまったんですね。はい。で、起きたら、なんと、夕方6時です。夜の睡眠時間並みに昼寝するっていうね、ちょっともう、ちょっとね、まあ、餌だけ3日ぶりに与えておこうかなと。最近アマガエル以外の動画も、ちょっと、1本おきに上げ始めたんですよ、試験的に。しばらくね、ちょっと試験的にいろんな動画を間挟んでいきますので、両生類爬虫類が好きでね、わざわざチャンネル登録していただいた方、まあまあ、ちょっとね、妙な動画が上がったら、まあ、飛ばしていただくか。まあ、流し見程度でもしていただければ、まあ、嬉しいかなというところなんですけどね。まあ、はらぺこチャンネル、立ち上げてまだ4ヶ月とかなんでね。まあ、やってみようかなと。はい。まあ、でも、アマガエルもそれに負けないぐらいの可愛さをね、これ見てくださいよ。こんな無垢なんですよ。無垢って、あれですよ、進撃の巨人のなんか巨人、じゃないですよ。これ純真っていうかね、無垢ですよ。この子いつも餌やりに寝る子じゃないかな、リラックスしすぎて。まあね、早速ね、もう今日はノンストップで、編集も簡単に済ませたいんでね、このままもう止めずにノンストップでノー編集でいけたらいいなと思ってる。もうこのまま倒しますよ、皆さん。もうカエル待ちわびてるんでね、みんなゴー。さあ、あっという間に終わるかもしれませんよ、今日は。一気に出てきたんで。あらあらあら、一気に出てきた。お、太郎。太郎、今食べ放題だぞ。みんな食べる。お、みんな食べてる、みんな食べてる。あれ、多分太郎を食べて、この子も食べとんじゃなくて、この子食べてますよね。こう、ネズミ男が食べてない。あいつもこの子昼寝する子かな。おい、もう今だけだぞ。ああ、あと2週。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あれ、あんたでも食べとるよな。あれ、食べてなかった、まだ。みんな、もう、今しかない、スタートダッシュだ、スタートダッシュ、みんな。ああ、もう逃げて、逃げて。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ああ、散りましたね。やっぱり最初の位置取りですね、これ。瓶に近いところにいた子は、お、ああ、惜しい、逃げ。お、あ、惜しい、逃げられた。この子もまだ食べれてないんだな。あ、世界一可愛いアマガエルちゃんですね。頑張れよ。まだ瓶に2匹いるんじゃないかな。はい、瓶の中にまだ2匹。あ、ちょっと待ってくださいね。太郎に録音されたわ、これ。あー、もう終わったな、これ。このコオロギ。皆さん、うちで一番狩りがうまい、この。アマガエルの太郎ちゃん。おお、あ、しまった、余計なことしたらコオロギ逃げちゃった。太郎すまん。だがお前の力だったら食えるはずだ。太郎、頑張ってくれ。余計なことしてすまんな。ちょっとね、向こうも映る角度で来ましょうか。せっかくのね、このワイド画面ね、重力体験。よく食ってんのかな。さあ、編集なしでいけるかな、これ。今撮影時間6分ですね。あと4分ぐらいでみんな食べてくれ。ああ、太郎が。おお、でもまだ太郎諦めてない。ここでね、諦めて引き下がるカエルもいるんですよね。太郎は諦めませんよ。あ、え、諦めたの。
サルさん、何やっとん？タルさん、タルさん、ちょっと合わないの、近すぎて。諦めたの？いや、この目はまだ死んでないですね。タロウの目は死んでませんね。まあでもタロウはちょっと長期戦になりそうなんです。こっちにカメラを振ってみましょうか。おー、いい位置におるなぁ。世界一怖いやな、そこで粘れば食えるぞ、絶対。さあ、ちょっと待って、こっちに2匹来たな。ちょっとあの視点行ってみましょう。こっちの視点行ってみましょうか。この視点ですね、最近発見した。おっ、太郎、太郎、食べた？お、太郎食べた？おお、太郎！映しづらい角度で食べたな。こっち向いてくれ、頼む太郎。ちょっとあの太郎越しに遠くの後輩たちが、太郎さんまた食っとるわーと。あんたらもね、食べれるでね、大丈夫よ。太郎やったな。やっぱ目は死んでなかったな、太郎。はい、世界一から山ガエルちゃんがね、頑張ってるんでね。外から反射しちゃうな、光が。ほいほい、食べな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 よ、食べな、目の前におるよ。何やっとんの、まだ何やっとんの。やっぱ動くものしか反応しないですね。あ、ネズミ男が、おい、お前何、ネズミ男が、おい、お前何やっとんだって顔してますね。目の前おるぜ、俺が食ってますって顔してますよ、これ。でもなんか、この世界一怪獣が気が強い子で、しょっちゅう他の子を威嚇してるんで、下手に手を出せないんですね、みんな多分。食べれる距離だけど、食べたらまた怒られるよなって。ああ、ここですね。あ、ネズミ男の方に近づいてってるぞ。今全体を深く、ああ、ミスったか。え、おおおやったー、あんた。今の混乱に乗じてね、コオロギが動いたみたいですね。食べれたやん。あ、この子いつもこの子ですね、寝る子。この子はのんびりしますね。あんまりガツガツしない。あと1匹こういうポール、あれ、あ、板の下に逃げたコオロギを食べに行こうとしてますね、この子。まあそれ正解ですよね。今回もね、水槽に12匹放って4匹ぐらいかな、食べられたの。多分7、8匹まだ水槽ね、さまよってると思う。お、なんかそろーっとこの子近づいてったら、なんかおんのかな、何かおるのかな、これかな、これコオロギです。あ、コオロギ、うじゃうじゃある。
いい場所に行ったな、賢いな。そこでね、1時間ぐらい眠ら絶対食えると思う。ああ、ここにも出てきてる。出てきてるけど、もう食べた子はあんまり興味示さんですね、やっぱり。まあ今日はあっという間に決着がつきましたけど、この子ずっと微動だにせずですね。何だったんだろう。今日のサムネイルはこれにしますわ。はい、じゃあもうね、撮影時間10分過ぎたんで、今日ね、餌やり2月22日の餌やりはまあこの辺りで終わりますね。参考視聴ありがとうございました。